改めて小川新平です。で、チェック知ってるよって人どう思いますか？じゃあ今日楽しみにしたよみたいなしますか？あ、結構実際ちょっと0人ぐらい誰も手を挙げないのかなと思ったんですけど、ちょっと Z、まあ、皆さん知ってる人なんで、どこがかっこいいかっていうと、自分が一番好きなところがあって、一番最初のあれ、なんですか、デスクトップなんかウェブサイト見ると一番最初に出るじゃないですか。なんかスピーカーこうやってるシーンとか、なんかめっちゃ熱かけるシーンが、それがめっちゃ好きで作っちゃいました。で、ちょっと首が変なんですけど、ちょっとって言ってもちょっと思ってたんですけど、で、そうとかで、自分が今日伝えたいことは、しんどい時ですよね。で、しんどい時ってみんなに絶対あると思うんですよ。例えばなんかしんどい、なんか恋人と別れそうとかもそうだし、なんかもう自分の人生どうしたいんだろうとか、で自分もすっごいしんどいことが一回あって、その時は本当にもうこんな感じで、もうずっと悩んで、もう分かんない、自分が何なのか分かんない、何したいのか分かんないし、他人のアドバイス聞いても全然なんて気分が楽にならない、本当にもうこんなずっと暗い感じだったり。でちょっとここで話したいんですけど、自分のその信者の話に行く前に、自分の経歴を話したいと思います。で自分東京生まれ、東京育ちで、1996年に生まれて、今大学2年生で、多分国際地域学部が結構いると思うんですけど、国際地域学部で、入学しました。で、これが3歳の頃の写真です。かわいい。3歳の頃の写真で、こっちが八ヶ岳に小学校5年生に行った写真で、あ、こっちですね。で、自分がどちらかというとすごい、まあ、見た目細いんで、まあ、骨折したらとかやるんですけど、本当に健康体で、まあ、骨折小学校に1回と3歳に1回しかしないのでしてないので、まあ風邪とかは全然ひいてなくて、本当に年に1回ぐらいしか風邪ひかないみたいな、本当に結構丈夫な方で、部活も中学校バスケ部やってたんですけど、怪我はしなかったんです。体がなかったんで怪我しなくて、でもそんななんか普通に本当に一般的な生活したんですけど、すんごいコンプレックスがあって、それが極度の引っ込み思案。今ここに場に立ってると全然想像つかないと思うんですけど、例えば自分の誕生日何が欲しいのみたいな言われるじゃないですか、親に。そう言われると、何でもいいみたいな、欲しいものあるんだけど何でもいいみたいな。で友達とかとなんかあそこ行こうぜとかもなかなか言えないし、本当に引っ込み思案でした。で中学校、結局その引っ込み思案が原因でバスケットボール部って言ったんですけど、自分のプレーが全然できなくて、結局なんかチームプレーなんで、バスケットで例えばシュート打つっていうのも自分の責任になるし、誰かにパスするっていうのも自分の責任になるし、ドライブして釣られるっていうのも自分の責任になっちゃうんで、もう何かやると自分の責任になるからもう怖いみたいな。で結局中学校バスケットボール部最終的にやめてしまいました。もう楽しくなくなっちゃって、で高校入って、ですごい高校なんていうか友達にすごい恵まれてて、自分がこれいいんじゃないって勇気出して言ったりするじゃないですか。そしたら、あ、それいいじゃんみたいな、これどうよみたいな、どんどん言ってくれて、で3年生になって部活バスケ部、あ、バスケでバドミントン部だったんですけど、バスケで、球技大会があって、みんなでこれがチームでなんか中で笑ったりとかできたりとか、これクラスでなんかその時に準優勝したのかな、準優勝してみんなで笑ったりとか、で高校バドミントン部だったんで、そうやって結局バドミントン部で関東で9位かな、あ、違う、都で9位かなって、で自分全然弱かったんですけど、すごいなんか楽しかった。でもやっぱりコンプレックスは全然治らなくて、例えば友達遊びに行って、なんていうか、レストランとかに、デパートのレストランでお腹減ってた時に、レストランどれがいいみたいな
で自分例えば中華食べたいと思っててもみんながイタリアンが誰か一人イタリアンがいいって言ったらじゃあいいよそれでみたいな、まだ全然引っ込み思案できなくて、自分に何引っ込み思案ができなかったかっていうと自分に全然自信がなかったんですね。で高校3年生になるとどうしても考えることが、まあ、皆さん多分いるってことはそうなんですけど、大学受験、この大学受験を自分なりに大学に受かるだけじゃなくてもう一個挑戦として捉えました。今までの自分、自信がない自分を変えたい、目指す大学に入学して自分を変えよう、自信が欲しかったんですね。それまで全然勉強してなかったんで本当にバカみたい、バカだったセンターで60とかじゃ多分じゃなかったんですけど、6月に引退してからずっともう本当に勉強尽くしの毎日をして、朝6時に起きるとして、朝6時に起きて英単語30分やります。でご飯を15分か10分で食ってチェレンコや空港に行って7時半に着いて1時間世界史を勉強して8時半から授業で、授業の間は内職して、で休憩10分の間は友達と遊ばないでもずっと英単語やってる世界史やったりとかしまくって、4時に学校終わって4時からすぐ河合塾に行って、でまたそこからずっと英語とか国語とかの勉強を10時までやって寝て帰ってご飯食って英単語また最後に見直して寝て12時に寝て6時に起きて英単語昨日やったやつを復習するっていう毎日をずっとルーティンとして課してたんですね。で夏休みに2ヶ月ぐらいあったんで、さすがにちょっと伸びてんだろうって思うじゃないですか、やっぱりさすがに100点はいくだろうみたいな、もう120点もしかしていっちゃうんじゃねみたいな。でも夏休みにやったら90点だったのかな、河合塾のセンター押しが90点で、もうほんとちぎりました本当にちぎって、なんでこんな頑張ってるのになんでダメなんだろうみたいな。でもそこでくじいたら無駄なんで、まあ、とりあえずやり続けようと思って本当にやり続けました。でセンター試験で8割6分とで、本命の大学でも法政大学の国際文化っていうところだったんですけど、そこの最低ラインが6割だったんですけど合格率が8割普通に超えることができて、あ、いけんじゃねみたいな。センターが1月の中旬くらいなんで、あと1ヶ月もあるからもっと伸びるしいけんじゃんみたいな思ってたんですけど、普通に何だろうな、2014年の2月11日に普通にいつも通り起きるじゃないですか。で、なんか起きた時に、あ、なんか胸痛いなと思って、でまあ気にしないでとりあえず勉強しようとか、ご飯食べ、可愛い時期に勉強しようと思ったんでご飯食べて、まあ治るだろうみたいな思ってたんですけど、結局肩がこれぐらいしか上がらなくて、ここが痛くて、で、あ、これマジでやばいなと思って、で、歩いてたら病院に向かおうと思って歩いてたら次第に歩けなくなったんですね。もう1分間歩くだけでも息がみたいな、これ本当にやばいなと思って病院に行って検査してもらって入院。なんでかっていうと肺気胸になってしまったんですね。肺気胸って何なのかと思うと思うんですけど、失礼します。肺気胸っていうのは、これが肺のレントゲン写真なんですけど、このちょっと薄くされてるのが肺なんですね。で、普通この肺ってここに左側を見てもらったら、右側を見てもらったら分かるんですけど、くっついてあるなんですよ、見えないんですよ。でもこれ薄くされてる、なんでかっていうとこの肺に穴が開いて空気が漏れ出ちゃうんですね。でも見てわかるように体って閉まってるので、その肺の間に空気が溜まっちゃって心臓が押しつぶされていくとか、肺にうまく呼吸ができないっていう状況になってしまいます。で、自分はそれになってしまいました、4日前に。で、ちょっと入院の頃の写真なんですけど、これが機械、その空気抜くための写真、あ、でも機械で、だいたい自分の膝ぐらいまであるんですね。で、ちょっと中指出してほしいんですけど、これ何だと思いますか、中指。
この中指の大きさは実はここに入れるんですね、ドクターの。なんか麻酔してるんで刺すときは痛くないんですけど、ずしんってくるんですよ。ああ本当に入院するんだみたいな。でも4日前なんで一応時間あるからとりあえず勉強しようと思って、で過去問とか世界史とか解いて、でもずっと気になるし痛いし、しかも自分いつも布団で寝てるんで、病院ってベッドなんですよ。でそこの環境も悪いし、睡眠時間痛いからこっちに寝れないから2時間ぐらいしか寝れないしみたいな。本当もう今まで生きてきた中で一番劣悪な状況になってて、その中で大学受験して結果落ちてました。まあでもここにいるから落ちたんですけど結果落ちました。でこの大学受験、自分のその目標がさっき言ったと思うんですけど、今までの自信がない自分を変えたいだとか、目指す大学に入学して自分を変えようだとか、で実際にめっちゃ努力してセンター試験でやっと8割6分取れてめっちゃ嬉しいとか思ったし、この大学の過去問とかでもう6割8割取れてもういけんじゃねみたいな浮き足立ってたのに入院ってなって、今までのその努力とか全て無駄になったなって感じになって、で大学受験っていう目標も全部消えてしまいました。自分の中でもう本当にさっき言ったような写真のあれが自分みたいな、本当にもうなんで自分生きてんのみたいな感じになってしまって、誤解だったんで入院してた人がちょっと飛び降りたらどうなんだみたいな雪あるから死なないのかなみたいな感じで飛び降りようかなみたいな思ってたんですけど、本当につらかったですねこの時は。で今思うことで東洋大学に入学しました。結局浪人はしないで、浪人したらまたなんか再発しちゃうんじゃないかみたいな恐怖があって、ちょっとあと普通になんかやって東洋大学に入学して考えたことが、このまま何もしない大学生活でいいのか、何か動かなきゃいけないんじゃないか、何よりも絶対自分よりバカなやつ受かってんじゃんと思って、絶対自分より全然勉強してないやつ絶対受かってるでしょと思って、こんなやつらには絶対負けたくないし、何よりも最大の目標だった自分に自信をつけたいって思いました。でここで自分がとりあえず動きまくった結果の一つとして、夏にフィリピンに行きました。っていうのも、これ東洋大学とギフトっていう団体でコラボしてやってるんですけど、フィリピンに行って教育について学んだりとか、あと貧困について学ぶというより体験するって感じですかね。でこちらが日韓交流基金って今度にまたあるんですけど、これ韓国の学生、ここが韓国で日本人みたいな感じで友達と仲良くなって、で実際にこの仲良くなった一人にお願いして、自分が元の興味あった政治の分野で、本当に韓国の学生って日本について悪いイメージ持ってるのかな、なんかもうテレビだと分かんないから実際に行ってみようと思って行ってみましたとか、あとはこちらが講演会、500人参加者が集まったイベントのスタッフとして参加して、で実際にこの経験を生かして自分で何か開いてみたいなと思ってイベント開いてみた。であとは、まあ、こういうのが起きてないですけど、自分が社会人にインタビューしてそのインタビュー記事をブログに載せたりとかっていう活動をしたり、あと英語学部っていうスクールカウンセラーみたいなビジネススクールみたいなところにも通って自分の技術を高めようと思って通ったりとか、あと今年の春にはちっちゃくしてきて、でこれ友達なんですけど、で2人でこの九州一周してきました。10日間で一周してきました。でこの1年間本当にもうこれだけ今すごい、まあ、時間前なんで短縮してきたんですけど、本当にいろんなことしまくって、まあ、もちろん授業も真面目に受けて、英語もすっごいバカですけど英語めっちゃ勉強して、東洋大学の交換留学でオランダに来年今年か8月から行くことになったりとか、本当にもういろんなことしまくってたんですね。で今思うのが、なんか
実は正月の時に、自分が大好きだった国語の先生がいたんですよ。本当にもめっちゃ大好きで。で、その国語の先生が言ってたことが、500円玉をお賽銭箱に入れたら受かるよみたいな言ってたんですね。で、自分、じゃあやってみるかと思って、500円玉に実際に入れて、お願いしたんですよ。でも結局この周知かと。で、なんでみたいな。3日頑張ってくればいいじゃんとか、本当に思ってたんですけど、今思うと、このしんどかった時期が、神様からのプレゼントだったかなみたいな。大気教っていうことがなかったら、自分多分こんなに九州行ったりとか、社会人にインタビューしたりとか、全然しなかったと思うんですね。何かの、そのしんどかった時期って何かのきっかけなのかなって思って、今日伝えたいことがあったと思います。しんどい時こそ、何かのきっかけなんじゃないかなって。本当にしんどいと、こんな感じなんですよ。周り全然見えないです。先のことなんて全然考えられないです。今、必死すぎて。でも、今、1年経って自分が実際に大気教っていうのを通して思ったことが、1年間めっちゃいろいろやりまくっても考えない大気教のこと。考えないでやりまくった結果、今すっごい開放的な気分なんですね。ということは、やっぱりしんどいってことは、本当にしんどいだけど、なんかの成長なんじゃないかな。だから今本当にしんどくても絶対に諦めないで粘り続けて、なんか新たなアクションを起こせば絶対に自分みたいにこんな開放的になれると思うんで、諦めて頑張ってください。以上です。